あ、リク。まだ時間ありますね。しつこいな。さっさと帰れよ。リクとナミネを助けるまでは帰れないよ。助けてほしいって頼んだ覚えはないけどな。忘れたのか。帰りだってお前が帰ってくるのを待ってるんだぞ。お前こそ忘れたのか。キングダムハーツの扉を閉めるときに言ったはずだ。帰りを頼むってな。そういうことさ。俺はもうあの島には帰らない。そう決めたんだ。帰りだけじゃないだろ。たくさんの友達が。あんなどうでもいい連中なんてとっくに忘れたよ。なんだと。こっちは後です。うん、後後の。お前はどう。その後の話です。島の連中の顔一人一人覚えてるのか。そんなの当たり前。気にするなよ。この城で過ごしてるうちに誰でもこうなる。なんかこの忘却の城というところにいます。そうさ。どうでもいいことを忘れて初めて本当に大切なことを思い出せるんだ。俺は思い出したんだよ、ソラ。うわ。今の俺にとって一番大事なことが分かったんだ。ここでナミネを守る。それ以外はもうどうでもいい。リク、さすがイケメンだ。なあ、リク。忘れないよ。思い出すかな。え？ちっかまたまた。試してみろよ。あーもう、もう叫びたい。心が叫びたがっている。あ、分からんやつだな。分からせるわもう。もう分からんやつにはもう分からせるわ俺。やばー。マジ何回やる。よっ。テレビやテレビやって。あ、マジ。ゼロ。ナイス。分かんねえやつだな。あんたすごいよ。死にたくない。死にたくない。死にたくなかった。すげえよあんた。よっしゃ乗ってきたわ。すげえよ。もうこのまま24時間行くか。ゴールしちゃう。このまま走り切る。物理ちこっちあげるわ。あれじゃなかった。特殊じゃなくて物理型でしたね。分からせたわ。分からんやつにはもうね。行くぞって。24時間行くか。残念だ。お前なんかと戦っても俺は何にも思い出さない。特殊型か、リクは。なあリク、喧嘩する暇があったら一緒にナミネを助けよう。一緒にだと。お前らしいよな、そうやって。お前はいつも俺の心に踏み込んでくる。待てよ、俺がいつそんなこと。どうせ忘れたんだろ。お前にとっても。いや、ソニックリームどうでもいいことだったんだ。強いなぁ。いや、物語面白くなってきたね。この忘却の城は先に行くほど記憶がなくなっていくんですよ。 うん、近くに引き寄せてで、失う代わりに何かを得るっていう。そう。で、この先に行くと大切な友達がいるからって言って、今、ソラは。で、実際、幼少期一緒に過ごした、ナミネっていう子。そう。これがナミネちゃんね。がこの奥にいるんだよね。囚われてる。片付けに行こうっていう。あ、アクセル。苦しいか、ナミネ。お前のせいで幼馴染の二人が争ってる。また一緒のせいで喧嘩やめてって。
私のために喧嘩しないで。同情するね、心から。やめときな。誰でもない俺たちは誰にもなれない。意味深ですね、意味深ですね。変わるよ次。いや、ちょっとレベル上げしたい。いや、やるやるやる、うん、やるやる。じゃあお願いしようかな、うん、おかしいよな、リクと俺考えてることは一緒なんだ。二人ともナミネを助けたいと思ってる。なのになんで喧嘩になるんだ。そりゃリクとは昔からいろんなことでぶつかってきた。そうですね、決めよう決めよう。喧嘩するほど仲がいいんだよ。怖いですよね、うん、俺はそう思ってた。怖いよね、いろいろ忘れていくんだよね。そう、でもあいつは違ったのかな。最初の街ではさ名前覚えてたのに、今はみんななんか、うん、初対面。はあ、忘れていく。ああ、私たちの記憶もだいぶ怪しくなってきたね。カイリのことを。先を急ごう。あのカイリのことを忘れてた。ちゃんと話せばきっと分かってくれるよ。怖っ。あのカイリのことを忘れちゃうんだよ。お守りもろたやんけ。一緒だったもんな。俺とリクとナミネはさ。やばい